も響きてくるポップです。今日はですね、昨日告知させていただいた、ラストスピナーズの企画ライブ、ラスピのハッピーセットが行われる、新宿 FNB への行き方を紹介したいと思います。でですね、今回紹介するのは、新宿三丁目駅からの行き方になりますので、もし三丁目から行くよっていう方いらっしゃいましたら、この動画を参考にしていただければいいなと思います。それではご覧ください。どうぞ。はい、それでは説明していきます。新宿三丁目駅の改札を出て左に歩いていくと、こういう感じの通路になっております。そしたらこの突き当たりにね、 C7 っていうこの出口があるので、そこから地上に出ます。エスカレーターを登って、で階段を登って、で地上に出ます。はい、地上に出たらファミマがあって、ちょっと歩くと大きな交差点に出ます。奥には丸い面が見えてますね、今。はい、でここの横断歩道を渡ります。はい、今渡っております。渡り切ったらここを右です。はい、ここからはもうね、ライブハウスまで一直線なんですけど、ここがだいぶ長いんでちょっと歩きます。でももう曲がったりしないんで、もうただ頑張って歩けば着きます。はい、今見えたのはすき家です。はい、歩いていきます。え、2つ目のファミマがありました。ファミマも通り過ぎて、まだまだ歩きます。はい、続いて100円ローソンですね。100円ローソンも過ぎます。ローソンも通り過ぎて、ちょっと歩いて、そしたらここに横断歩道があります。ここを渡ってからだいたい 20m くらい歩いた左側にね、ここにビルがあります。はい、ここの地下1階が FNV です。この歩道橋の近くなんで、それを目印に皆さん10月13日お待ちしております。気をつけてきてね。バイバーイ。